ウルスは維新家谷で最もポピュラーな山で多くの登山者が登ります。私も当然登りました。ランダパルカは1996年に登りに来たのですが、プレバスを越えられずに登れませんでした。今回が2回目のアタックです。見えている維新家は維新家谷を代表する山で、ウルスと同様ポピュラー山で多くの登山客を迎えております。私も以前登ったことがあります。北東壁の中央部の雪壁を登っているところです。ランラパルカの標高は6162メーターです。またランラパルカはワラスの町から一番近い6000メーターを超えた山です。またランラパルカはホテルからよく見えます。今はワラスの町を見下ろす感じです。しかし視界が悪くてよく見えませんでした。スペイン隊とコロンビア隊は我々よりも先に登ったのですが、ルートがわからないということで下山してしまいました。見えている北壁は現在雪が少なく落石がすごいために今はほとんど登られておりません。以前トクララフを下山中、懸垂下降中、クレバスの中に降りてしまった時がありました。なんとか脱出しました。奥に見えてるワンちゃんはアンデスでは K2 に似ていると言われています。私も登りたい山の一つです。